今回はちょっと、あのーはい、あまりよろしくない話になっちゃうんですけど <laughs> よろしくなない話なんです浦和レれずサッカー編ということで、うん、ちょっとの裏木チャンネルの方で質問をいろいろ募集したところ、うん、やっぱりこう現状あまりうまくいってないんで、うん、今のチームについての質問がものすごく来ちゃいまして裏木の中で本来なんかね あの鈴木啓太さんが選ぶベストイレブンとかそういうのやったほうがいいんでしょうけどあのもうそういうのもや、まあ、尽くしちゃってもそ,、ね、<laughs> それはもういいんじゃないですかういうわけでちょっと聞いづいないんですけどもずばり今年今の浦和はどう思われてますかでとりあえずあのちょっと今現状を <laughs> 見てもらうとこういう、うん、状況でして、うん。 ACL 出場失敗、うん、天皇杯出場も失敗、今年はちょっと,といきなりレギュラーだった、3年計画で持ち上げた得点差目標プラス10、あと3試合じゃほぼ絶望、うんでまあ、若手の成長もほぼなく武田さん武田選、期待の武田選手も1試合しか出てない、3年計画は1年で監督契約解除。うん で浦和を背負う責任はあの土田 SD が入院してしまいましてうん、うん、で観客動員数もコロナで激減、うん、頼みの三菱重工も大赤字であの来期債、うん、務超過確実と言われている、うん、本当に厳しい状況になってしまったんですけど常に啓太さんがいる時はうん。 もう優勝争いいぐらいはししてましたよね、まあ、J2 の時に入団でしたっけ、うん、はいそうですね、はい、でも、まあ、選手としての最盛期は、うん、ほぼ優勝争いとかをしていたイ太さんから見て、まあ、今、ちょっと低迷している側をどうお考えですか、うん、まあ黄金期のメンバーとして。うんまあその、ねこれね、これも、ね、含めてですけどどっから、ね、話を気をつけていいかわからないぐらいちょっとこう。<laughs> はい、難しい状況かな一応次やとフロント編っていうのもあるのでチームと選手のことじゃあ、そうですね、はい、まずチームに関して言えばやはりこう、はい、なんでしょうね監督をこう大月さんでいくと、はい、でそれに関して言えば、まあ、僕は。 この3年計画で1年で契約を解除したっていうことに関して<う>特に大きな問題があると思ってないんですね。というのもう3年間で大杉さんでずっと行くって<う>最初から思ってたのかなっていうのは僕はあって<う>まあその契約の,その,ですか、ね、あの年数の問題なんかもあったり<う>まあちょっとこれフロントとの、ね、話のあとは財政の話とかに。 踏み込んだ話になっちゃうとあの長くなっちゃうので、まあ、そこまで詳しくお話ししないまでもまああのー、僕の中では、まあ、この基礎とか整理とか、まあ、そういったところでもちろん結果をね出すっていうことはあったのかあの任務あったのかもしれないですけどまあななんとなく僕の中ではそこまでこれが問題点かなって思うんですよ。<ー>逆に もう少し、まあ、言葉を選ばずに言えば浦和レッズの監督を、えーまあ、どういうスタイルでやりたいのかっていうところも含めてですけど、うんうん、もう3年後にこういう風になってるっていうものをトータルで考えるべきだと思っていたので、うんはい、なんかここはっていう感じです。ただ この若手の成長のチャンスだったと僕も思うんですよ、このコロナ禍で。いやもうみんなそうじゃないですか、みんな多分思ってると思うんですよ。<laughs> はい、だから、使ってほしかったですよね、試してみてほしかったです、時間を使ってほしかったです。だけど、それがなかったっていうところで言うと、果たしてその3年計画の中に、この若手の選手たちがそこに入ってたかっていうのを含めてですよね。うん、だって、ね、年齢が高い選手たちは、あの、 もちろん変わらなきゃいけないかもしれないですし、まあ、整理も含めてですけどね、はい、でも今の若い選手たちがこれからの中心になっていかなきゃいけないで、この3年計画っていうところでいうと、オフト監督がまあそういうふうにやったように、うん、僕もその時二十歳でしたけど、であと、達也とか、長谷部とか、坪<ー>ちゃんとか、平さんとか。か結構若手手まとめめててて入ってきた感じたそそそうううなんでですよい選ちがやり始めてそのか,そっから3年で チームがまあいい時期を迎えたっていうことなので<ー>そこがねちょっと僕はね残念だったなとやっぱ1年目で若手が使われなかったもう武田選手の声一試合、うん、見たかったですよね、うん、そうですね、うん、で見れると思ってましたで、はい、<ろ>あただただ、はい、プロなので、うん、じゃあそれであの手放しで、うん、じゃあ使うかって言ったらそうじゃなくってまあそういうことも含めてまあ その当時のレッツと今のレッツとでは選手の層も違うし、うん、同じ状況とは言えないもののまあもうちょいやり終わったんじゃないかと、うん、と僕は思いますけどねケイタさんの時はどんな感じだったんですかケイタさん自体はホンダロック戦でデビューでしょそうですよく覚えてますね天皇杯ですよね天杯、はい、なんかうちのチャンネルは、ね、ホンダロックというが深いんで <laughs> 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 あ、そうなんですか <laughs> えー、<laughs> 俺は鈴木啓太のデビュー戦見たぞって威張ってる人とかがいるんでああ<ー> <laughs> そうですか <laughs>、はい、だからそうなんですよ、まあ、その1年目はその1試合しかなかったんですけど、うん、2>, 2年目の途中からですねピッタさんがエメルソンと一緒に川崎から来た時に、うん、そっから出始めましたねやっぱ外人監督の方が新人は使われやすい感じはあるんですか日本の文化って。 うん今の J リーグ見るとそんな感じするのかなってもしかしたら評価の基準が違うかもしれないですよね。海外の監督って意外とそのチームのマネジメントのところも含んでやってる方もいらっしゃるんで、うん、まあそういう様素ももしかしたらあるかもしれないですね、はい、そのピッチだけ見るんじゃなくて、はいはい、でちょっとまだまだ質問がありまして次。 鈴木啓太さんのもう自分の後継者。うん。まあここで当然やっぱり我々としては、うん、あの柴田選手に鈴木啓太の後継者になってほしいなという思いが多いんですよね。はい。まあ僕よりいい選手ですよ。あそうです柴田さんの方が <laughs> いやでも柴田選手見るとなんか。 鈴木啓太を思い出すんですよね、どうしても。うん、まあ、あの、ボールせっかく奪ったのにね、あ失っちゃうところとかね。うん、まあ、あの、ボールせっかく奪ったのにね、あ失っちゃうところとかね。だけど、だからね、そこがあるから、たまらなく、柴田選手、可愛いんですよね、僕たち。なるほど、なるほど。いやん。でも僕はすごく嬉しいですね、柴田と海が自分に似てるって、啓太の後継者になれみたいな感じで。 言ってくれるのはすごく嬉しいですし実は僕明治大学で彼見てるので<あ>アドバイザーやってる時に見ていてそうだったんですか、はい、彼はあのセンターバックやってましたけど いやでもでまさに鈴木圭太後継者でいいじゃないですか、これは。そういう思いもあって、質問くれたのかな。芝田界がいいっていうんだったらいいですけどね、うん、いやいや、俺、そんなとこ目指してねえからって思われるかも、言ってるかもしれないですからね。いや、でも、まあ、この先、日本代表とかまで、ぜひ柴田さんには言ってもらわないと困る感じなんですけど、うん、僕、すごく僕、可能性あると思ってますよ。はいあのー、多分ああいうタイプの選手っていうのは。うんうん 本当に一度、信頼つかんだら僕はあの代表に行ける能力を持ってると思いますしあとは組み合わせですよね。組み合わせだい。例えば僕の場合だったら代表行った時も中村健吾がいて中村俊輔がいてやっとがいたからまあ僕が使われたっていう背景もありますしなのでそういう,こう組み合わせとかまあまあそういったところも関係してくると思いますけどね。そういううい組み合わせで言うとあの 来季の浦和がちょっとエベルトン選手がいなくなり、うん、前青木選手も FC 東京移籍っていう噂があるとすると柴田さんを軸にしないと、うん、まあ回らない感じなんですけど、うん、どんな選手を補強すれば柴田選手っていううっていきますか、ね、そうですね、中村憲剛をオウムスで若返ってもらってうん、うん。 いやいやだって健吾まだ引退しなくてもいいでしょってまあまあちょっと思ったりねこれ裏切りですからあれねあんまりねチームの話してもですけどああいうタイプの選手いいと思いますよ。いやそりゃ健吾さんいてくれたら嬉しいですね。ね僕ねずっと誘ってたんですよ健吾裏技別にはい。ああでもそれおっしゃってますね。お前来いと裏はこれからもっと強くなるぞ。それあれですよね結構前の時ですよねオシムの頃ですねそうですそうですそうです。2008年ぐらいですか。 2007年とかで、ね、7年ぐらいですか。はい、いやその時来た方は有名なようです。ね <laughs> だからハセベがいなくなって <laughs> あ<ー>ねそういったところも,もお金もあったし。がね、なるほど。まあそういうタイプの選手が欲しいですよね。まあでもやっぱ裏場に一番足りない部分ですかね。うそういうところが。うん。 はちょっと浦和の鈴木清太の後継者になるために、うん、柴田選手に何かアドバイスをするとしたら改善ポイントまあちょっと後半怪我のあったのかちょっとレギュラーも取れずにちょっと今寂しい感じなんですよね、うん、なんかその柴戸会まあ2年目ですか3年3年目3年目かそう考えたときに。 まあ彼自身の,そのメンタル面なのかなって僕思っていて<ー>だから、本当に自分がチームの中心の選手だと思ってやってるのかなっていうところが気になりますよね<ー>。要するに自分がコマンドする人<ー>いろんな選手を動かして自分がしあのイニシアチブ握るっていう思いでやれてるかなっていうと僕は遠慮見えてるし。 もちろんその動,い動いてるのは動くんですよ、でもそこっていうのは、まあ、木でいうあの枝葉の部分なんですよね、うん、やっぱり幹にならなきゃいけなくて、それチームの心臓なので、やっぱまずはメンタル面で、彼自身がこのチームは俺のチームだって思ってやれてるのかなっていう、うん、そのぐらいのつもりじゃないといけないと思うんですよ、僕はあのもう新人の頃から勝手にそう思ってやってましたんねいですよね。<laughs> そうですね。なんか人よさそうですもんね。そうなんですよ。選手は人がいいんですよ。優しいですしね。ちょっとメンタル強く鈴木啓太タぐらいズブと食たりっていうことでよろしいですか？うん。だから勘違いした方がいいんじゃないですか？ああ。ある種いいみたいなですね。うん。ま大事ですよね。うん。鈴木選手は大事だと思います。ありがとうございます。はい。じゃ次あのこれもまたちょっとかぶるし聞きづらいんですけど。うん。 なんで裏割れてこうなってしまったんでしょうかっていうことを<ー>成績も落ち、うん、まあでもほんと鈴木啓太さんが引退した 2015?15 シーズンですか5シーズン以降いやでもねレシーブ優勝してますしあまあそうですけど J リーグが非常によろしくなくてまあそんな何なんか言っても僕の時代もそんなに良かったかっていうとまあそんな褒められた内容じゃないなと僕は思ってますけど、うん まあね、昔のことは結構美化しやすいんで、うん、ただ、あのーまあ、なんでこんな成績かって言ったらもう単純に強くないからです <laughs> <laughs> っていう話じゃないですか。はい、であの選手は揃ってるんだけどなって言,言いますけど、うん、僕は他のチームとそこまで大きな変わりがある戦力かどうかっていうと、うん、僕はクエスチョンがあって。 当然ポイントとしてはですよあの、うん、一人一人見た時にじゃあこの選手が、うん、あの他のチームに行った時にレギュラーになれるかなれないかって言ったらはなれるかもしれないよねっていう、うん、でも中心選手になれる選手が何人いるかっていうと、うん、僕どうかなって思ったりするんですよ。うん、なのであの実際のところ。 まあ一人一人で別にプレーするわけでもないですしもちろんチームとしてオーガナイズされてなきゃいけないですけど、はいうん、その選手の能力で言った時にじゃあ果たして絶対的に優勝できるチームかっていうと、うん、ちょっとまだ疑問が残るなって<ー>でもそれでも優勝できるのは、うん、優勝できる可能性があるってもちろん僕も思ってますしっていうのはじゃあそれを。 あのー、じゃあオフトの言葉で言えばオーケストラとして指揮する、うん、まあ監督含めちゃんとそれが、ね、できてるかどうかっていう話なんですうんそれはやっぱフロント含めてとか,ですかうんまあそういったことになるでしょうね、うん、フィロソフィー的な話とか最近そういうふうにレッツ変わらなきゃいけないっていうメッセージも打ち出してますけど。はいはい うん、まあそのあたり、まあ、ただね、これもその一番最初の話に戻ると、そのお金の問題とか、契約の問題とか、うん、例えば、じゃこのチームっていうのは、今年できたんですかっていうと、そうじゃないですよね、はいはい、3、4年前にこうなることを予測して、要はチームを作ってなきゃいけないわけですよ。はい、だから、3、4年前のものが今、できてるわけですよね。うん って僕は思ってるんですよ、はい、まさに前の3年計画の結果が今だとそうですそうですなのでじゃあその時の人たちどこにいますかって言って今いないんですよ、うん、そこで中心でチーム作ってた人たちがいるかっていって<う>いないじゃないですか、うん、ってことは今今年でその何かを変えなきゃいけないって言われても難しいですよね、うん、だってずっとそれが残ってるわけですから,、うん、からお金の使えるところも限られてるだろうしいくらねお金あるって言っても要はいろんな 失敗したものが積み重なって、<laughs> 監督代わったりして、やっぱそこにお金払ってるわけですよ、はい、うん、まあそういうところで言えば、だからまあ最終的にはフロントっていうところが、この3年計画の初年度ですけど、その3年前、4年前にどうしてたのかっていう結果ですよね、うん。はい、<noise> ちょうど次があのフロント編というとことで、<music> 一回ここで示させてもらって次あの、はい、次、 ちょっと厳しい話になるかもしれないフロント編ということでよろしくお願いしますはい、お願いします、はい、じゃあ次もお楽しみくださいお楽しみに <laughs> はい、それで鈴木圭太さんのユーチューブチャンネルを始めたということで、はい、どんなチャンネルでおつもりなんですか、あのー、スポーツとビジネスとまあコンディショニングみたいな ところを掛け合わせた内容になればなとす、まあ、みたいなね <laughs> ちょっとファニーな感じとか、まあ、面白い感じとか彼のやつもすごく面白くて僕も登録してるんですけど、うん、ちょっとテイストは違うかなとなで、真面目な感じで、まあ、皆さん見終わった後にあ、まあまあまあためになったなって思ってもらえるような、うん、そんな内容にしたいなと思ってます皆さんチャンネル登録下の方に出てますんでよろししくお願いします、はい、よろしくお願いします